どうもクマです。今回は1月19日に発売されるレトロのヌードルクシリーズ、どんな感じの乗り心地なのかお伝えしていきます。今回は新しく出た商品の説明なんですけど、ちょっと今サロンワークの隙間で撮影して編集してアップしていくので、ちょっと雑な動画になっちゃうかもしれないですけど、今回こういう感じで新しく出たジェル説明するの初めてなんですけど、ちょっと実験的にやっていきたいと思います。はい、ではこちらがレトロの新色です。こちらがヌードルックシリーズというものになります。全体的にベージュからちょっと茶色系のものになりまして、色味としてはこの444番。これはまあこんな感じに。なっていきます。ちょっとグレーからだんだん濃くなっていく茶色のグラデーションですね。こちらこれからの季節、ニュアンスネイルとか天然石とかにとても使いやすい色味かと思います。テクスチャーもとても柔らかく、シアー系の色味になっております。ちなみにベトロは星表記でテクスチャーの硬さが決まります。まあ、星1つから3つ、4つって増えていくとテクスチャーが硬くなっていきます。はい。こんな感じになります。これもうサロンワークで実際も使ってるんですが、個人的に好きなのが、この444番と、この451番です。これ結構使ってます、今。まあ、多分、これはもう個人的に好きな色なので、使ってるっていうのはあるんですが、あと実際にこれからサロンワークで使っていく中で、ここら辺、445、448とか、ここら辺の449番は、ニュアンスネイルとか、天然石ネイルでよく使っていくかなと思います。実際のお客様の手にもうフィルム、こういうのを挟んで、ニュアンスネイルを撮影したものがありますので、次回そちらをアップしていきたいなと思っております。で、一応、こういう感じの色味になりまして、で実際塗ってみないと色ってわからないじゃないですか。では実際に塗っていってみます。この451番、こちらを塗ってみますね。こんな感じで。このケースの中に入ってる点、このケースの中に入ってるのを見ると結構濃く見えるんですが、このように塗り心地も良く、しっかり伸びてくれまして、若干透けて見えるんですよ。シアー感があります。こんな感じで。なので、間にフィルムとか挟むと綺麗に透けてくれます。じゃあもう一個このおすすめの444。こちらも一個塗ってみますね。乳白色なんですけど、若干色味がついているので、これも使いやすいかと思います、サロンワークで。はい、では一回これ硬化してみます。はい。では硬化しましたので、まあわかりやすく、まあこんな転写フィルム。こんなのペタペタっと貼りまして、まあこっちも貼りましょう。貼って、この上から、444番を塗り重ねるとこんな感じで透けてくれるんですよ。ここら辺は結構強弱いろいろつけられます。でまた451番、こちらを塗ってもまあこのようになりますので、ちょっといろいろと面白いアートが簡単に作れるかなと思います。でこっちは二度塗りしていきます。はい、こんな感じですね。少し高級感のあるデザインになりますよね。ここら辺のフィルムも、まあ、こういう転写フィルムだったり、こういうカットして使うタイプのものを貼っても面白いかと思います。これ辺はいろいろとお試ししてみてください。あとミラーネイルとかやっても可愛いですよね。簡単ではあるんですが、これからちょっとお客様が来るので、
ざっくりここら辺に終わらせていただきます。で後ほどここら辺のカラーを使って天然石とかニュアンスネイルいろいろとアートを作って YouTube にアップしていきますので、よかったら楽しみにしていてくださいね。ではではこれで終わりにします。バイバーイ。